はい、どうもこんにちは、太陽の歌です。今日もどこでもモンパでやっていきたいと思います。でですね、今日の動画なんですけど、今日はですね、前回の動画で手に入れたタイプ G の同種配合をやっていきたいと思います。いやー、なんかいい特性ついてほしいですね。はい、同種配合をすると、でモンスターを選んでいきたいと思います。で一応まあロックかけてたんで、これ全部外します。よし、準備完了。で、こいつとこいつ。いやー、ドキドキするね、普通に。いやー、これはどうだろうな。せっかく手に入れたやつなんで。どうしよう。まあ、どっちもオスなんで、まあ、オス。で、まだ一回もですね、合成したことないんで、このまま、いきます。はい。同種配合開始。マジ頼むよ。マジ頼むよ。チャキーン。ドヤドヤドヤ。才能開花。いらねえじゃん。ざけんなよ、マジで。何 MP10% って。マジで。なんか全然もう、まあ、つけるけどさ。なあ、求めてるやつじゃないんだよな。いきなり系ついてほしいな。いきなりバイキルト、いきなりスカラとか、なんかもう、いきなりテンションとか、なんかそっち系にしてくれよ。よし、2体目いきます。まあもちろん押すと。まあ、一応、スケタン、いきますか。まあ、10%。頼むぞ、頼むぞ。イエス。いったれ、マジでいったれ。いきなりバイキルト来い。いきなりバイキ。まあ、威圧でもいい。威圧とかいきなりバイキ。来いやマジで言ってる？これあれでしょう、状態異常向こうにもなんか孵化させるようなやつでしょう。ゴミじゃん。ざけんなよマジで。おめでとうじゃないよこれ。え、何これ、ゴミなんだけど。嘘でしょ。なんだよ、もう。ラスト1体ですよ。マジ頼むよ。特性もっといっぱいあるんだからさ。なんかもうちょっといいやつ来いよ。頼むぜ。最後。まあ、これは、まあ、押す。まあ一応つけとくか。マジ頼むぞ、頼むぞ。
あー頼むマジで。いや使いきなりバイキ来い来い頼む。なにこれ、え、なにこれ、性別が同じモンスターへの通常攻撃ダメージは 10% 増える。微妙。なにこれ、ざけてるマジで。MP10% 増えてさ、まあ、しっぺ返しはいらねえよな。え、MP10% 増えたところでこいつの特技に一発多く打てたりとかできればまあいいけど、しっぺ返しやっていらねえよな。まあいいや、 MP10% とライバル心にしとこう。はあ、がっかりがっかりだわ。あせっかくタイプ G 使っていこうと思ってレベルも上げてたんですよ。そしたらまあまあこれゴミ特性ですね。そうですか、まあやっぱ甘くないっすね。やっぱネットとか見てもね、みんないろいろで、まあいいやつついた人もいれば、もう全然やっぱ残念な結果に終わってる人も結構いるみたいなんで、やっぱこればかりは運ですよね。ただまあ前回まだ、4体しか捕まえられなかったんで、時々2回行動はついてないんですよ。なんでもし次来た時は残り2体ゲットして、まあ最低でも2体かながゲットして、まあ時々2回行動をつけたいと思います。で、まあタイプ G なんですけど、まあ話とか聞くと、まあシャイニング棒をまあうまく使っていくのに、今来てるバトルチョーカーってのが、確か HP と攻撃力と会心がアップするやつで、で、会心伸ばせば、まあさらにシャイニング使えるんじゃないかと、まあ、いう話も出てますんで、まあバトルチョーカー、まあとりあえず装備させて、で、なおかつ、バトルチョーカーを、まあ、何個かゲットできたら、ちょっと合成して、まあ、会心率、もうちょっと上げれたらな、と思ってます。そうか。まあこんなもんだよね、土砂配合なんてね。さてどうしよっかな。てかスタミナ結構余ってるから、重いな。はい、どうもすいません。ちょっと固まっちゃったんで、再起動かけてきました。それでですね、まあ、スタミナの方、結構溜まってますんで、どうしよっかな。キラーピッケル、まあ、あんまりいらないんだよな。これどん？これじゃないや。まあ、勝ち時はつくみたいなんですけどね。まあ、魔人ギと大防御か。じゃあバトルチョーカーの方が欲しいかな。ってことでバトルチョーカーの上級でも行きましょうかね。ゴー。
皆さんはどうですかね。昨日やってたタイプ G とか、捕獲できましたかね。まあ、自分はですね、まあ、前回の動画、見てもらった方はわかると思うんですけど、まあ、4体ですね。で、一応最初の3体は肉あり。で、4体目は肉なしということで、ただ合計するとですね、32回、まあ、32周回って4体っていう感じで、まあ結構渋いかな。で、まあ 5% なんで、まあそんなもんなのかもしれないんですけどね。まあ30回って4体だから、そうだね。まあ、8周あたり、まあ、1体ぐらいの確率。いや、でもな、最初の3体が、まあ、肉ありだったんで、まあ、実質、まあ、29とか、まあ、28周回って1体って感じでしたね。やっぱきついな。30周回って1体だったら、かなりきついですよね。まあ、しかも1回あたりの消費スタミナも35とか使っちゃうんで、やっぱな、パレードのランク上がってないと、まあ、1回しかやっぱいけないんですよね。で、なるとやっぱ全部消費してになっちゃうんで、やっぱパレードのランクもっと上げたいなっても思ってますね。せめてやっぱ2周ぐらい回れるぐらいの、スタミナが欲しいですね。なんで、このキラパン何気に、このキラパンってキラーパンサー自体が、まあ、イオ系多分向こうついてんのかな。まあ、イオグランデとか効かないんで、まあ、何気にハーゴンに対してはちょっと厄介な相手ですね。はい。ってなわけで、バトルチョーカー、クリアしました。で、手に入るかな。どうだ。はい、ゲット。特別なチョーカー。まあ、ここも結構経験値もらえるんで、まあ、ここ周回してる方も結構、まあ、キャラバンレベル上がるのにはいいんじゃないかと思います。まあ、自分までキャラバンレベル、まあ、44まで上がりました。まあ、やっぱなかなか上がんないんですよね。はい。そうしよっかな。まあ、今日のところはこの辺で終わろうかな。そうですね。まあ、今日は火曜日。今日8月4日なんですけど、まあ、今日、ストーリーの更新が来てると思います。で、まあ、自分の方はまだ、ストーリーの方、まだ行ってないので、まあ、これからストーリーの方は、まあ、やっておこうかなと。まあ、多分、ストーリーの動画上げても多分退屈だと思うんで、まあ、また何かですね。まあ、イベントとか、まあ、何か同時配合するような、あった時にまた動画でも更新しようかなと。まあもしくはその転生モンスターがまたずっとですね、欲しいやつ来た時にでもあげようかなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。またですね、まあ、チャンネル登録、されてない方いましたら、してもらえるととても嬉しいです。ではまた次回の動画で会いましょう。またねー。